宮崎県の北西部、県内屈指の神話のスポット高千穂町。その中心部に串古の峰と呼ばれる小高い丘があります。ここは天孫二荷の命が天上界高間ヶ原から降り立った場所とされています。この丘に鎮座するのが串古神社です。二荷の命は天皇家の祖神であるとされる天照大神の命を受け、三種の神器と稲穂を携えてこの地に降り立ちました。古事記には筑紫の氷無下の高千穂の串古竹に阿守りましきと記されており、この串古の峰が天孫降臨の地とされています。古くは串古の峰全体を御神体としていましたが、元禄7年1694年に社殿が建立され、以来二荷の命をはじめとする国譲りの神様をお祭りし、地域の人に守られてきました。本殿から少し離れて参道を進んだところには高間ヶ原妖拝所があります。二荷の命の降臨後、多くの神々が高間ヶ原を妖拝された場所です。高間ヶ原の妖拝所からさらに進むと塩王子ヶ峰にたどり着きます。二荷の命のひ孫で初代天皇となった神武天皇ら四兄弟の神の誕生の地と伝えられ、聖域となっています。串古神社から5分ほど離れたところには天の真内と呼ばれる泉があります。二荷の命が串古の峰に降臨した際、地上に水がなかったので二荷の命に随行していた雨の村雲の命が再び高間ヶ原に登り、水の種を持ってきてここに移したと伝えられています。串古神社では毎年10月に例大祭が開かれ、御神体を乗せた神輿が山を下り、高千穂の中心部を練り歩きます。また天孫降臨の際、竹三日槌の命と立見方の命が力比べを行ったことが相撲のルーツであるとされていて、大祭では相撲が奉納されます。二荷の命が初めて地上に降り立った地、串古神社。パワースポットとして多くの人の信仰を集めています。